家中の松本人志に今度は女性の指示書と隠語の存在、吉本興業が第二のジャニーズになる可能性、性加害疑惑で家中の松本人志がさらなる窮地に追い込まれている。松本は文春の報道を事実無根だとして当面の間様々な記事と対峙、裁判に注力するため活動休止すると吉本興業のサイトで8日に発表。それ以降松本の X などへの投稿はなく沈黙を保ち続けているが、追い打ちをか記事ではアテンドを務めた後輩芸人 Y に松本から渡されたとされる女性セレクト指示書も掲載。そこには黒毛、ツタヤの店員、マクドナルド、スタバ、高校や中学の先生、弁護士、広報の女、人妻、子供なしなどと記されており、記事では過去に松本が書いた文字と筆跡は酷似しているとしている。リスクヘッジするスポンサー企業、松本は東京、名古屋、福岡などの高級シティホテルのスイートで飲み会が行われるたびに松本に近づきたい一心の若手芸人を利用して時には2回転で多くの女性をアテンドさせていたという内容だ。キー局編成関係者が声を潜めてこう話す。活動休止発表以降、多くのスポンサーが松本の番組の提供の社名表示を停止する動きが出ています。同時にすでにスピードワゴンの小沢和弘は活動自粛を表明していますが、アテンダーとして名前の上がった芸人も今後スポンサー NG となっていく流れは間違いないでしょう。さらにスポンサーからは松本の取り巻きである側近芸人の関与に疑惑の目を向ける声が大きくなっています。記事には側近芸人が若手芸人に松本さんという固有名詞は言わずにタレ、女性を示す隠語を用意しろと命じていたり、吉本興業の幹部社員が若手芸人に昨日どうだった？ええ、タレ見つかったと話しかけたという証言も掲載されている。芸能関係者の話、記事の内容が事実なら組織的に松本の性加害を黙認してきたということになり、これはまさにジャニーズ事務所と同じ構図です。昨年のジャニーズ問題以降、国連の人権デューデリジェンスの考え方が浸透し、企業や自治体も取引先の人権侵害を広く相互監視し、その防止や改善に努めなくてはいけないという考え方が一般的になっています。特に性加害に対しては非常に厳しい。裁判の結果を待つまでもなく、スポンサー企業はリスクヘッジのため及び腰になる。以下はこの問題に関する外国人ファンの反応です。散々他の芸人が不倫やら不祥事を起こして干されてる姿を見てきて、ワイドナショーでもその件について意見を述べたりしていたのに自分は棚に上げていたことが驚き。若い頃はいろいろ女遊びをしていたと思うけど、大人になって落ち着いたのかなと思えばまた違うひどい遊び方をしていたなんて。浜田さんのことも不倫で散々バカにしてきたのに、松本さんは同じ不倫にしても立ちが悪すぎてネタにできるレベルではないし、引退しかない気がする。残念でならない。タレントたちが個々にテレビでも面白おかしく話してるけど、女性に対して普通の感覚ではない悪しき慣習があるのは明らか。それが悪いことという認識のない集団の会社。男性アイドルはジャニーズ事務所、お笑いは吉本興業と勢力が大きすぎて会社への忖度があると思う。今回の報道でも質問には答えませんと他社ではありえない対応が許されている。タレントが自ら活動休止すると決めたのだから、本来ならなら違約金とかが発生してもおかしくないと思う。君臨してたから特別扱いされるのが当たり前になってるんだろうけど、悪しき慣習も全て一掃するべきと思う。ここ四半世紀以上、テレビ番組はジャニーズに吉本がシェアを占めてきました。まずはジャニーズが例の問題で幕を閉じて新会社に変わりました。吉本もこれからの展開次第では厳しい情勢迎えることと思います。文春が大ネタに対して第2、第3の矢を用意していることは周知されているのに、なぜ本人も事務所も芸人たちも早計な発言や行動をするのだろう。まず弁護士の意見に従うということが必要なはずだが、そもそも余計なことをしない言わないという基本を守っていればいいだけの話なのに。
それを破ることで疑念や矛盾点が生まれ、批判が大きくなってしまう。まさに旧税事務所の時と同じで、釈明や擁護が茶番でしかない。今回の問題が単に松本人志さんだけが一人で女性を集め、その場所で何かあったなら松本人志さんだけを切ればおしまいです。でもそれに多くの人関与し、協力してお膳立てをしたとなっては一人の問題ではない。ある程度の組織だった行動がなければそれはできない。そしてある程度の人間が関わっているのだったら、それが社内で隠しておくこともできない。今回のことがどの程度真実か、どの程度の人が関わったか、それは未だわからないが、吉本だけではなく他のプロダクションの人間も関わっているとされているのなら、芸能界の構造的問題に発展するのは必須だろう。ただこれはチャンスでもある。これを機会にパワハラセクハラ、無意味な上下関係とそれに伴う霊俗的な会にあるとされるものを刺激するような悪癖をなくしていくことに芸能界を挙げて邁進してほしい。ルックスの良い俳優さんには放っておいても女性が寄ってくる。自分から声をかけないと女性と関係を持てないお笑い芸人さんはやり方の違いこそあれ。こういうことは大なり小なりやってる人多いと思うけどね。ジャニーズの問題は未成年、しかも小学生や中学生の子たちに性被害をしてきたことであって、今回の件とは全く違うと思います。被害を受けたという女性たちを非難はしたくはないですが、自分で自分を守っていくことはできるはず。自分に責任を感じることはないという人が多くいますが、これから成長していく未成年の女性含め、多くの女性に怪しいと思う集まりや乗り気がしないことははっきりと断るということを世間が教えていくことも大切なことだと感じます。引用のみで構成されている記事で、ちょっとずるいけど問題ある点がまとめられている。中でも気になったのは、幹部が若手芸人に良い女性を松本さんに連れて行けたか確認したという証言があるという点。太鼓持ち仲間だったのかもしれないが、自由な世界を求めて憧れの吉本に入り、夢のためなら何でもやろうと思っていたら、そんなことを求められる。一部の人はそれに応じ、一部の人は慣れて麻痺して強引な方法をとってでも組織の期待に応える。逃げたい女性が逃げないよう努力する。皆黙認する。それを組織的な悪事と呼ぶと思う。本当だとしたら最低である。吉本は不祥事を起こした芸人に厳しい。古くは横山やすしも、最近だと宮迫でもあっさり切られる。こういう報道が事実だとすれば、引退よりも契約解除した上で完治しない方針になるんじゃないか。そもそも復帰の見込みもないし、スポンサーも絶望的だから躊躇する理由がない。おいでやす小田さんが番組で言ってましたが、松本さんの食事の誘いを断っていましたよね。今になってみるとこういう噂があったからなのかな。本人は松本さんは憧れの人だから食事には行かない。